オンベシラマンダヤソーカ。オンベシラマンダヤスワカ。血を分けし兄に弓引くことを許したまえ。我これより民のため、越後のため、我を殺し己を信じ、一切の煩悩を断つことを誓う者なり。Kagetora became ruler of Echigo by defeating his older brother, Harukage. Corrupted by power, Harukage lost concern for the safety of his people. Realizing Echigo's borders were about to be overrun, the people pleaded with Kagetora to take control. Harukage ordered his brother killed. Kagetora enlisted the help of a group of loyal generals, and they prepared for battle. Kage was killed and his army bitterly defeated. Kagetora assumed command and became lord of the Echigo province. Knowing the gods had favored him with victory, Kagetora devoted his life to the service of Bishmonten, god of war and guardian of the north. His enemies grew to fear him as the Tiger of Echigo.長尾景虎、十国並びに隣国において、
敵心を挟む共柄地罰せられるところなり異名を子孫に伝え有徳をよろずよに施しいよいよ勝ちを千里に決しよろしく忠を一朝に尽くすべきのよし影虎に下地せしめたもうべきとてへり天気によって文上九段のごとし妙理過分に存じ上げ立て祭りまするするか。はい。これでよいのか。このような日を迎えてもよかったのか。人は定めによって生きるもの。血を分けた者同士いがみ合い殺し合うこの末世に守護代を父として生を送るもまた定め。所詮修羅の道から逃れることは叶いませぬ。Been peace for 8 years, but Takeda Shingen, ruler of the province of Kai, it was not enough. Takeda wanted to expand his power and look north to the lands ruled by Kagetora.
Together with his warrior mistress, Yai, he yearned that someday he would defeat Kagetora. His military skills were legendary, but as a child, his father had sent him off to become a monk, believing he lacked the ability to be a great warrior. By remembering the battle strategies he had studied at the monastery, Takeda overthrew his father, took control of Kai, and dreamed that he would one day rule Japan. さらにその奥南北に連なる山並みを越しまするとつまり奥信濃ということになります。その先は越後、虎の住む越後か。長尾景虎、小笠原村上の日ではございません。 戦いだけが親方の務めではございません。甲斐の武田は戦に赴くとき、腰に碁石金の入った袋を下げ、戦功のあった者にはその場で金を与えるとの噂にございます。領地支配の巧みさなど学ぶべきは学ばねばなりません。 お邪魔いたします。お忘れでしょうか、娘のナミにございます。お久しゅうございます。その折はご無礼つかまつりました。どこぞでお館にお会いしたと申す。ナミ殿はとうに嫁に出たものと思うていたが、して用向きは。 琵琶島より使いの者が参上いたしております。待たせておけ。わしのことなら気にせずともよい。ではお言葉に甘えまして、暫時ご無礼つかまつります。 どれほどになる？10年ほどかと。駿河とはどのような話をするのだ。父はいつも影虎様のことばかり。わしの？娘の私が妬ましくなるほど。 人には天命があると、そなたも思うか。生まれ持った定めというものがあると思うか。思います。 影虎様には10兆買い求めていただきました。それだけか。はい、影虎様はあまり鉄砲というものがお好きではない様子でございました。おお。それから武田様のことを厚遇しておられました。武田殿は戦の後の価値を心がけ、領国を広げるのが狙いのようだが、世の心がけは違う。 世は後の価値など構わぬ。もとより領国を広げようなどとの了見もない。ただ
差し当たった戦には一戦たりとも負けずと思っておるだけだと。影虎様は初陣以来まだ一度も負けを知りませぬ。そうか、なかなか潔いお人じゃの。だが少し子供じみておる。勘助は長尾影虎をどう見る。影虎殿、若年ながらわずか数ヶ月のうちに越後を沈め、今や越後の虎とまで噂されております。あれほど戦を極めた中条藤助、本城重長、色部勝長ら阿賀北の諸将もさながら猫のごとく春日山に伏しております。いずれ我らが奥品の計略に長尾影虎脅威となる日が参りましょう。影虎という男、さらに詳しく調べろ。どんなものを食べるか、どんな女を好むか、どんな男を重く用いるか、キャツの全てが知りたい。かしこまりました。構え、放て。親方、武田の奥品の計略はいよいよ激しくなってまいりました。越後にとって脅威となる日もそう遠いことではございますまい。善光寺平に出てくることにでもなれば、我々ももはや手をこまねいているわけにはいくまい。奥信濃の諸将の中にはすでに武田の誘いに応えている者もおるらしい。うかつなことは口にはできんが、奥信濃はおろか、この越後にも調略の手は伸びているという噂だ。武田の調略はなかなか巧みと聞く。越後に裏切りが出るということか。いずれ春信とは一戦交えねばなるまい。親方様、奈美殿がお越しでございます。久しいの、堅固であったか。はい、父がこれを影虎様にと。駿河がわしに陸東三略ではないか。これはありがたい。影虎様。ん？影虎様はなぜ奥方様をおもらいにならないのですか。親方様がいつまでも一人でおかしゅうございます。私は仏に煩悩を断つと誓うたのじゃ。久しぶりに笛を聞かせてはくれぬか。
Mercator's lands were poor. He had long desired the vast, fertile lands of Shinano, but was hesitant to battle the warlords of Shinano on his own. So he bribed Shota, one of Kagetora's trusted generals, to join him. Learning of Shota's betrayal, Kagetora took his army to Shinano to punish the samurai's treachery.甲斐の御詰めはどうしたというのだ。春日山勢の攻め足、ことのほか早く武田も御詰めの備えを思うに任せる様子にございます。しかしあと2日も待てば、わしとてこれほど早う攻め寄せるとは思わなんだが、正田の背後には甲斐の武田がおりまする。 ここは厳しく我らの性根を見せねばなりませんぞ。正田の妻と子を捕らえました。何？は、城外へ出ておりましたるところへ我らが城を襲ったため戻ることもかなわず、近くの寺に潜んでいたのでございます。<笑>またとない人質ですぞ。 親方様、秋山、使者として城へ行け。心得ました。妻子を捕らえてある証に娘を連れて行くがよい。我らに下れば妻子ともども命は助けるとな。はっ。速やかにご返答を賜りたい。妻子の命を死んで いかで刀などあげられよ。ご返答。わしの答えはこれだ。構えを解かねば女と子供の首をはね。 影虎殿は非力な女子供の命を取らねば戦には勝てると見える。父上、黙れ勘塾。大方武田の投げたわずかな餌に目がくらみ旗をあげたのだろうが。ご命令を。 どうされた。何を迷うておられる。正田は我々の使者を切って捨てたのです。元気黙らんか。覚悟のほどを敵に見せねばなりません。これしきのことで怯んではなりませぬぞ。 故にこの式の首が切れん。親方の命格だった。その後の印をあげい。あげい。<笑><笑>
影虎様が春日山を出られました。親方が城を出た。心が弱い。影虎様は幼い子の首まで取らねばならなかったことに耐えられなかったのです。親子の情などにかかずらわってどうして乱世を生きていける。宮島に帰る。私はここに残ります。他国へ出る前に何としてもお引き止めせねばなるまい。おそらく未だ越後のうちと思われる。何せこの吹雪だ。どうした、そのような物々しい姿で。大隈重秀が兵を挙げた。参られるのですか。親方様、わしには守護代など務まらぬ。なんと仰せられます。親方様あっての越後なのです。我らと共に今すぐ春日山の城へお帰りください。大隈重秀様が武田に通じ謀反を起こされました。何、幸い春日山勢大隈様を駒ヶ石に破り事なきを得たとのこと。だが親方様なくして越後は収まりませぬ。あの大隈が。お願いにございます。我らと共に今一度春日山へお帰りください。お願いにございます。我らは初陣以来生き死にを共にしてまいりました。親方様以外の馬前で戦う気などございませぬ。おのれ！
わけか。武田大善太夫春信が死ん、山本勘助春行にござる。宇佐美駿河の神殿のご孔明、甲斐の国にてもつとに知れ渡り、かように目通りかないましたることを、執着の極み。主春信様は、越後とことを構える心などいささかもござらん。では何故奥信濃を伺う。貝は狭い、貝は貧しい。上洛軍25,000の猪符を賄うことができぬ。引き換え信濃は広い、地味も超えている。つまり奥信濃攻めに越後は目をつむれと。ところで、今御領内では一向宗の輩がまたまた騒ぎを起こしているよし、武田は一向宗と吉見を通じております。宇佐美殿のお力になれるか、はたまた武田の調略、一度この目で見たいと思っていたところ、今宵は誠に良いものを見せてもらった。いやしくも春日山に宇佐美ありと言われた男、主に背く心など持たん。ならばお聞き申す。春日山に宇佐美ありと言われた男が何故あって主のもとを去り琵琶島に戻ったのか、何故あって謀反人大隈友秀と知って城内に迎え申したか。見ろ、富士の向こうには駿河の海が広がっているのだ。いずれ駿河を攻めてお前に海を見せてやろう。わしの望みは限りを知らぬ。わしは水軍を作る。水軍？そうだ、山国甲斐が水軍を持つのだ。水軍を押し立てて都に登る。だがその前に信濃を取る。諏訪津崎より大門峠にかけて上中下三本の戦道が作られています。すべて直線にて小荷田を速やかに通行させるためのものです。まず道を作り、それから戦う。武田らしいやり方だ。春信との一戦、思いのほか早まりやもしれんな。何としても川中島を死守せねばなりませんぞ。直江。はあ。信濃にできるだけ多くの者を忍ばせ、噂を振りまくのだ。武田に攻め滅ぼされた諏訪の男と女が黒川の金山でどれほど悲惨な目に遭っているか、直に語らせろ。
影虎様は計り事がお嫌いと聞いておりましたが。己が戦いに満足すればそれで良いというものではない。時には非情になって人を恐れさせねばならん。Fearing that Takeda would take control of the north, Kagetora declared war. He led an army of 10,000 men into Shinano. The battle took place on the Kawanakajima plain. ぜひこの柿崎泉に賜われた。うん、先陣は柿崎泉。おお、北条丹後。は、村上義清殿の信濃州。ああ、共に御詰めで備えよう。キャー、お待ちください。何か。昨夜の雨で西川は水かさも増し流れも速く、駒の足をすくいましょう。敵とまみえる前にいたずらに兵を損のう恐れがあります。何か良き手でも。はい、我らにお任せください。柿崎
二崎様は思いやりがない。まるで我らの出る幕がありませんでした。なに、戦は始まったばかりじゃ。いや、それにしても信濃衆の働きぶり、武田もおそらく肝を冷やしたことであろうよ。ことよりこの地は我らの領分、川も山も知り尽くしておる。だが春信との戦いぶり駿河に見せたかった。この大事な戦になぜ参陣せんのじゃ。申し上げます。武田勢が橋に火を放ちました。それように陣を構えてすでに20日、押せば引く、引けば押してくる。余にはこのような戦性に合わん。それが武田の狙いなのでしょう。武田は強い敵には正面からまともには攻めませぬ。じれる頃合いを待っているというのか。親方様、武田の物見か。いや、あれは女子だ。武田の女武者だ。あれはいつぞや雪の中で出会うた女子。申し上げます。八重殿が女武者を率いて敵陣に向かわれました。何、八重が。はっ、緩んだ士気を占めると申されまして、乙女下郎を振り切って。愚か者めが、すぐに連れ戻せ。
猿どもが信じて恥かの剣五郎忠次君にござる。主、猿どもの使者としてまかり越しました。で、使者の用向きは長尾団長殿の戦ぶり、まことにあっぱれ。本日芸の方を本大将自ら討ち取ったる敵は、まこと見事の一語につける。いずれ改めて相まみえたいと。また我ら兵を引くにあたり、お祈りするはご勝手と。使者の用向き相分かった。我らとて望むところ、改めて刃によって国脈を消したい。承知つかまつりました。これにてごめん。何があったというのです？何をお隠しになっているのです？いつまで琵琶島にとどまるおつもりですか？なぜ春日山にご出仕なさらぬのですか？なぜ武田との大事な戦にご参陣遊ばされなかったのですか？何もおっしゃらないのですか？なぜ何もお話にならないのですか？周りの者に宇佐美は背いたと思われます。まさか父は。今さら武田の調略に乗るわしでもない。じゃが一時心のどこかで影虎殿に背を向けたことはあったのじゃ。武田から宇佐美に送られた書状に間違いござらん。顔も春信殿のもの。宇佐美殿謀反の事実もはや明らか。宇佐美は来ますかな。なあに、こずばこずともよい。このまま琵琶島城に押し寄せ、もみつぶすまでのことよ。駿河は来る。必ず来る。親方様、あれを。
捕撃しろ。待て、撃って出ることならん。何とされる。余自らの刃にて駿河を撃つ。よいか、手出しすな。手出しする者あらば命なき者と心得よ。馬引け。よく来てくれたな、駿河。はい。親方はまた一段と大きくなられましたな。春信殿との初戦の勝利、まずは終着に存じまする。駿河に見せたかった。さて、もはや多くは語る前に、皆が気をもんだ。御意。遠慮すな。心得ました。要は長尾
王影虎である。波殿にお会いしたい。影虎様、姫様、開門開門。姫様、なりませぬ。謀反の角により影虎越後守護式の名において本日成敗いたした。中島の地に城を構え、信濃をかすめ、越後を伺うとは誠に少し。天に代わり非道の武田を討つは今。命を惜しむな、なこそ惜しめ。死難と戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり。運は天にあり、鎧は胸にあり、手柄は足にあり。Tora had ascended to become ruler of the Kanto district, and Takeda now controlled the entire Shinano province. In the autumn of 1561, they were again destined to battle on the Kawanakajima plain. この度の戦いは武田の命運を決する大戦になろう。
わしが上杉謙信を打ち果たす覚悟でいるように、謙信もおそらくわしを打ち取るつもりでかかってこよう。皆心して当たれ。はあ。見旗立てなし。見旗立てなし。ご唱覧あれ。Kagetora and Takeda moved their armies like chess pieces. It became a game of patience. Kagetora's troops entrenched themselves on top of Saijo Mountain to block Takeda's path to the Kaizu Castle. Takeda retaliated by sending his troops to the top of Chaosu Mountain. For 6 days, Kagetora did not attack. Takeda felt that Kagetora would stay on top of his mountain forever, just to mock him. このような霧、よく出るのか。はい、毎年この頃になると、特に晴れた日が続きますと3、4日も続いて出ることがあります。何をしているのだ。物見の話では夜ごと宴を催し、歌など吟じているやに聞きます。どうもガキメーカン。旭山城の御詰めを立ったので謙信は動きが取れぬのでしょう。それだけか。ならば千曲川を渡り陣を敷くなどという無謀は犯すまい。なぜだ、なぜ動かぬのだ。いかん、わしとしたことがなぜ今まで気づかなんだろうだ。春日山から川中島までどれほどかかる。2日もあれば。春日山にはどれほどの兵がおる。御詰めの兵およそ2万。謙信は春日山の兵を待ち、一部を海津の城に当て、主力を持って西条山善光寺二方向からこの茶臼山を攻める気ではないのか。でなければ動かぬ道理が立たぬわ。この木を待っていたというに、不覚を取ったぞ。申し訳もございませぬ。川中島に放っておいた忍び、ことごとく討ち取られましてございます。拉致もない。戦とはこのようなものだ。Kagetora planned to destroy Takeda's entire army as he attempted to retreat to his castle. Instead, Takeda evaded him by moving his troops off Chaosu Mountain at night. 10 more days passed without confrontation. Kenshin me, まだ動かんとは。キャツの狙いは何だ。
このままただいたずらに時を過ごせば西高漬けに動きが出てまいりましょう。それよ。引いては上洛の機を逃す恐れすらある。大隈。あ、貴公は長く謙信に仕え、その戦ぶりを間近に見てきた男、謙信の狙いをどう読む？謙信公はこらえ性のないお方、あのように動かぬ姿未だ目にした覚えがございません。答えばかりはこの大隈にも分かりかねます。ただそれだけ越後の意気込み、並々ならぬものがあることは確か。皆の考えを聞きたい。高坂、主力を持って川中島に陣を構えます。上杉勢は必ずや西蔵山を下り我らを攻めましょう。上杉勢、千曲川半島に乗じてこれを打ちます。敵は13,000、味方は20,000、十分分のある戦いだと思います。勘助は？あ、兵をほぼ二手に分け、一手をもって西条さんを裏手より突きます。さらに残りの一手を川中島に進めます。背後より攻め崩せば当然敵は川中島に出てまいりましょう。その気を捉えて川中島に待ち構えるもう一手が迎え撃ちます。あのようにおびただしく水死の煙が上がっております。皆よく我慢してくれた。皆に存分に働いてもらうことになりそうだ。はっ！あのような雲のことか。はい。霧は出るか。夜になると出てくるでしょう。明け方近くになればおそらく一寸先も見えるようになります。晴れるのは明日の朝、辰の刻の頃と思われます。辰の刻まで。信玄もまた霧を読んでいるであろう。霧がどちらに幸いするか、よか信玄にか。申し上げます。武田勢の動きが慌ただしくなりました。うん、面白い、面白いぞ。親方様、どうした？これは？ナミ殿が。今勝ったというのか。Nami's sudden illness and the news of her death caused Kagetora great suffering. Her love had been his only refuge, and now alone, he renewed his vow to defeat Takeda. Rededicating himself to the god Bishu Mountain, Kagetora cut off his hair.
今宵全軍で川を渡る。武田の幼稚勢がここに着かぬうちに余は妻女団を下ってしまう。そして川中島の中ほどに待ち構え、我らを包み討ちにするつもりでいる信玄に襲いかかってやるつもりだ。明日の朝、辰の刻に霧が晴れる。その時こそ勝負。Takeda grew impatient. He divided his troops and sent 12,000 men under cover of heavy fog back to Saijo Mountain to attack Kagetora. Then he led his remaining 8,000 men across Chukuma River to wait in ambush. Kagetora's scouts reported Takeda's battle preparations. At midnight, using the fog to his advantage, he moved his army off the mountain. Then Kagetora crossed the river below Takeda's army and took his men to the Kawanakajima plain to prepare for battle.皆に伝えよ。西条山を追われた敵は我らに気づけばおそらく死に物狂いの戦仕掛けてこよう。やがて高坂馬場たちの兵が敵の背後に現れた時こそ我らが攻めに移る時である。わしの下知がない限り勝手に動いては断じてならん。はっ。でして太郎にはきつく申し伝えよ。はあ。なぜ物見が戻らぬ。なぜだ。やば。どうした。よくに備えを改める。
車係の陣とはあれか。謙信に我らの策を読まれましたな。是非もない。一歩も引かず戦うまでだ。出てくる。火を見て一帯を差し向け退路を断ち、包み討ちにするのだ。心得ました。追撃に移ったと愚か者めが、聞け、元の石に戻って一歩も動くなと言え。一帯を引き、御曹司の加勢に参ります。捨ておけ。
馬場たちの兵はまだか。 Yeah!
信玄、参るぞ。皆の者、よく聞け。これより武田勢本陣をつく。目指すはただ一つ、信玄が首。よそ目をくれるな。おお、遅れを取るな。会津の城へ親方だけでもお引きください。わしは引かん。引くわけにはいかん。これはわしと謙信の戦いなのだ。戦の価値は六分をもってよし。二人こそはまさに。しまった。
Kagetora and Takeda's armies fought further battles, but never again did they meet face to face. The two warriors grew to respect and understand each other. They remained enemies, but their wars ended. Kagetora died, fulfilling his vow to protect his people and his kingdom. He chose never to love another woman after Nami. Takeda succeeded in expanding his territories to the sea, but never achieved his dream of uniting Japan, nor did he ever find a companion as fearless as his lover, Yai. Kagetora and Takeda became the greatest samurai of their time, but it was never their destiny to destroy each other. Oh,